今でどこにいるかっていうと、山形県山形市にいます。その中で今繁華街ということで、これからちょっと行きます。2つあるんだよね、七日町ってとこと霞町、霞町ってとこかな、駅の近くとね、ここ七日町で、今から七日町の方行きますということで、だからでこの辺りなんか結構こじゃれた感じのとこですね。この通りね、ブティックみたいなとこありますね。あとは飲食店もちらほらあります。メガネ屋さんがそこに。でここら辺は結構洒落た感じのお店ですね。今日は、令和2年2020年の、12月の6日です。日曜日ですね。日曜日、昨日まで混んでるのかな。最近結構人少なくなってるんですけど、日曜日だから余計に少なく感じますけど、あのなんか招き猫ってよくあるよね。いろんなとこありますよね、あれね。ここ聞いていてみて、ルティシアフレッシュティーということで、このところ結構いい感じです。なんかやっぱりクリスマス近いからライトアップされてる。あれはなんか結構洒落た感じですね。下がなんかお菓子が売られてる感じか、山形のお土産とかで、上がレストランになってるということで、洋風。こっち見るとお茶ですね、お茶屋さんになってます。これもなかなかいい感じです。そばどころ障子屋って、これ結構有名なとこですね。ここも結構なんかあのルルブマップルかな、どっちか乗ってました。でこれが御殿関ね、御殿関ということで、中心街面々のように流れている農業用水ということでね、寛永元年1624当時の山形城主鳥忠政公がということでね、その時からの歴史ということで、昼間だ、夜だとちょっと見づらいんだけど、これこんな感じです。なんか洒落てるよね、この隣の店で結構利用されてるんじゃないかな。結構この辺り綺麗ですね。でなんかあのビルが、デパートが建設されてますね。これなんだろう、なんかデパートがなくなったって、百貨店がなくなったって気がするよね。でかいのはこれ、タワマン？すごいでかい。これが宝石屋さんか、あと富岡か、これは何だ、こっちは一方通行ですね。これは百貨店か、大沼、これ滑っちゃったのかな。これ歴史あるよね、感じが。こっち見るとこれはマンションです。タワーマンション。で、そこはタリーズね。タリーズコーヒーがあります。で、これが、ホットナル横丁、山形屋台村ですね。まあ、こういうのって結構ね、ありますよね。山形屋台村ってね。なんか、結構さ、こんな感じですね。すごい。これやってないか。今日日曜日だからやってないかな。で、後ろに見てる建物が、百貨店ね、かつて山形市にあった百貨店ということで、今日は令和2年2020年の12月の7日ということで、今年に入ってね、1月に、破産ということで潰れてしまったんですね。だから山形県唯一の百貨店だったこの大沼が潰れてしまって、歴史としては、江戸時代、中期かな、あの西暦で1700年頃にできた、のが、歴史となって由来となった、由来というかそのまま続いてたということでね、300年以上続いてたということで、非常に寂しいものがありますね。山形はだから唯一日本で百貨店がない県になってしまいました。でこの辺りが結構かあの食べるとこね、このお茶屋さんで、あとはそっちが、これはお土産屋さんかな。でそっちが食べる そば屋さんがありますね。上にもあるんで、ここ結構いい感じです。でこれが味の名店街ってことで、レストランがいくつかあります。西洋料理とかイタリアンか、あと生鮮市場、あと眼科なんかもね。
で、ここになんか日サロがありますね。学生の時日サロ行ってたからね、週2回ぐらい行ってたら懐かしいなと思ってね。向こう側がクラブとね、下クラブです。で、こっち側見ると居酒屋博多屋台まこちゃん、あとは夜桜ね。